いきますか。プロ1、2。今日目低いな。ね、どちら。何できつかったんだっけ。ごめん、そればっかり分かんない。先行。OK。デュエル。決まってんじゃない？安くなってた。万華鏡から入ろう。はネクロスの万華鏡。ネクロスか。どうぞ。で、止めるカードないんで、どうぞ。ひどくて食らうソーラース。で、シュリットが、効果でリリースされた場合に発動できるデッキから戦士族のネクロックス儀式モンスターを手札に加えると。ないから俺のとこにはまだ1枚しか入ってないんだよな。まあ、ブリュもらってブリュからさらにっていう動きじゃないか、ここは。ブリュー、ブリュー。あのデッキ、反魂術がもう赤番でないかもしれないし。なんか以前戦った時はだいぶなんか、多分血の滲むような努力したのかな。カード全体が赤く染まってたんだけど、ハンコンリッツっていうカードがドローしすぎてね。デュエルマッスル期待すぎてちょっとやばかったんだけど、でももう大丈夫かも。何の話だよっつって。効果自体も使えるっていうのは本当にちょっとね。普通に効果使えるっていう。ブリュー手札に加える、はい、ブリューを捨てて、ネクロス、ブリュー以外のネクロスモンスターを。いやー、ここ、いやでも、打点に備えておくか、ここ。ディサイシブのネクロス君は、手札からポイッとすることで、1000アップ。3300まで耐えられるってことか。そういう。いやー、初手この動きは弱いな。まあ、しゃあなしやな。何かしらの工夫が得られてれば、万華鏡を普通に発動して、でよかったんだ。あ、シュリットをリリースしないと動けないっていうのがきついかったな。ってことでターンエンドだ。じゃあ俺のターン。ドロー。3枚メイン。じゃあライティードライバー通常召喚。効果発動。レフティー特殊。デッキからレフティードライバー特殊。レフティーはレベル変更効果があるよ。使わないよ。使えよ。誰か使えよ、レフティーのレベル変更効果をよ。誰も使わねえんだ、このセット使ってるやつ。ハリファイバーが禁止になったらこいつら誰も使わねえぞ。優勢も使わねえよ、きっと。で、漫画版優勢のカードが。そもそも漫画版優勢がハリファイバー使ってるってね。そうなの。そうだよ、効果。優勢にはもう今度超強力な新規カード来ますから。ジャンクスピーダーとかいう頭おかしいカード。なあそれ。で、てか針の効果止めないの。待て、ハリファイバー効果発動。針で止めといた方がいいか。今だって、まあエンドフェーズだからいい、別にいらないって話なんだ。出すのはエンシントだったけど。出すのはその。なんとも言えない。なんとも言えない、確かに。止めなくてもいいのか、確かに。針だったら殴られてもセーフだから。針は止めない。オッケー。じゃあ、特殊召喚。じゃあ、リンク。レジェンドじゃなかった。レジェンドだ。レジェンドだ。で、じゃあ LP 特殊。で、効果。強制効果により、ブルーアイズホワイトドラゴンの手に加えねばならん。我が魂。ブルーアイズホワイトドラゴン。絵柄気持ち悪い。初期欲しいな。そうそう。ナチュラルに悪口言っちゃう。くそで、じゃあ聖遺物の守護球発動。効いてるじゃん。効果蘇生。レベルメーカーのドラゴンを発動時に対象にとって蘇生することができる。効果、あ、効果じゃない、リンク。リンクピスティ。じゃあ LP 効果。LP 効果発動したい。デッキからドラゴン特殊。デッキまたは手札。こっちがデッキからだもんな。何出てきてもワンパンだもんな、クラフサーさん。まあ、デッキから出てくると止めらんねえからな。まあ、ここはもう使いどころさ、ないですね。はい。クラフサースはエクストラから出たモンスターを止めるという効果なんですね。LP これ見ようか。除外でいいのか。除外して。
特殊召喚。うん、取れてた。ネスメタルだろう。効果発動。うん、対象。対象取らない。特殊。それで、レジェンド・オブ・ホワイトの強制効果使ったっけ？使ってねえな。あの、ピスティの素材になった場合の。なってねえな、使ってねえな。じゃあ、生物の守護竜の効果発動。移動。移動。で、リンス。で、赤ペイン。で、レジェンド・オブ・ホワイトの、強制効果でブルーアイズ・ホワイトドラゴンを手に入れます。強い。この後封殺じゃなかったら許せんだけどな。この後封殺っていうのは本当に許せねえんだよ。封殺っていうのは何ターンも何ターンもかけてやっと完成させるもんだろうな。強制効果が発動できない場合はこれどうするんだっけ。手札は相手にデッキに見せるっていう最低が昔はあったけど今はいいんですよ。なるほど。じゃあ、ピスティの効果発動墓地から。うん、あれ使ってないな。使ってない。特殊でラメの効果特殊リンク。リンクじゃない。でここでアガペインの効果使う。ああ、ここだ、失礼。ここに特殊だった、失礼。白石はいらさせる。白石は必要ねえや。出だめのリンク先かな。よくやしるしかないんだよね。で、ピース。こハガーペン、いやもうここはもう結局で、だからレダム出てきた時点で、まあレダム焦点もう握ってるもんな。で、このゲームコールだろうがなんだろうがどうしようもなかったら、スカルレット、そいつもドラゴン族というわけか。モンスター本体で出してるので、うん、4枚ドローして3枚戻す。1、2、3、なんでそんなにいっぱいんだと思ったらブルーアイズだわ。ブルーアイズ、そうだよ。3枚かも。まあそれ抜きにしても多いけどな。もうブルーアイズ3枚デッキに戻した方がいいね。そうだよ、そんなデッキを戻して。うん、ちょっと考え中。いや、まあいいよ、ブルーアイズ3体戻す。言っちゃったよ。もういいよ、言っちゃうよ。だって分かってる情報だもん。でもこのスカルデッドクソ強くない？やべえな。このスカルデッドのドロー効果超強いね。手札純増じゃん。まあ、フォアでいいか。聖杯の守護竜を捨てて。コストが強い。捨てて。コストが強い。てか、製品カード何枚だろうね。それね、ほんと確認したなるよな。でも多分ダメだとワンフォアぐらいですか、製品カード。死者蘇生もあるよ。普段特殊召喚太鼓の白石、やっと太鼓、太鼓おばさん、太鼓おばさん。あーでさっき散々デッキの方にブルーアイズがまた湧いてくるのか。ドラゴン目覚めの旋律。コストで送るのが、どうしようか。白木霊竜かな。霊竜でブルーアイズとオルガの手札。じゃあまあとりあえずブルーアイズっぽいって見せて召喚っぽいって見せる。で、封殺あかんって言った日にこれですからね。申し訳ねえ。死者蘇生。見たわけじゃないけどさ。エスパーロバみたいな。手札が見えてたな。
ね、実はこれね、ね、片方振り抜いてあってミレニアム愛マジックペン貸そうか、手に中書いとけということで、4体で、リンクマレルロードで、レジェンド・オブ・ホワイトの効果で一回使うね、あのカードの効果をよルブ・ホワイト・ドラゴン何回使うね、あのカードの効果含めてブルーアイズ何回見せられたのもう見飽きたよブルーアイズバトル。そもそもディサイシブの効果をクリスタルで止めていい話だろ。まあそれもそうだな封殺系出してるけど何使わねえんだこいつ。それが一番ムカつくんだよ。バレルロードドラゴン封殺するんだったらしっかり封殺してくれよ。ドラゴンでそのバレルとバレルロードほぼバニラじゃないかな。リンク先回ってて本当だ500下げるだけおじさんだよ、その場合わざわざ使う必要もないなんだよな、ほんとこのクリスタル機しんどいということで、スカルデッドの効果で300パンプされてるんで、3300、はい、2800、はい、1800、1800、じゃああと100です。それはリードロークでなくそあと100です。あと100か。これはリードローク。鉄壁入りましたね。マジか。エンドフェイズ。ただネクロス側も蓋する側だからさ、バンと返すカードないんや。それな。1枚。それな。1枚。せいぜい取り絞りぐらい。カード1枚だ。それを儀式で出さんといかんというなら、しんどいよ。なんて謙虚な時期なんだ。一人だけ使ってるパワーがおかしい。あーリードロー来るか。何引いたら勝てんのブラックホール。ブラックホールはなんか、ね、ブラックホールの偉大さをね感じるんだよ。こういうでもこれブラックホールで返せるなみたいな。返せる言って返せる。そう言って返せるんだよブラックホールで。とりあえず自分拾えるモンスターが存在しないから回収からアンルフとクラウスラスを除外し、ネクロス魔法カードを一枚手札に加えると。緑色だ。今度はちゃんと緑。あのね、緑色。血塗られた盾を何回か使うと覚醒して光り輝く。いや、能力的にもマジで覚醒してくるからスタイリングだけなのかな。万寿ポットから入っていいんだ。万寿の効果で、ね、サーチしたいです。止めねえよ。おいおいおい、儀式デッキに万寿通して大丈夫か。マンジュで吐かせればそれですのでいい場所だし確かにこれでマンジュをスカルデッドの頭に出すことでアガーペインを点灯突破できるようになるぞ。確かにいや、100勝ってる。なんでスカルデッドの頭に出せば300パンプで、こっちも300パンプ。え、アガーペインは先に出てるでしょ。あ、そうだね。クラウスラスでいいんだよな。ベル確認するけど。足し算。足し算。足し算の時間だ。星を飾りだ。2。ザークの時間だ。ザークの時間だ。やったさあ、これがザークの正しい使い方。何でしょう。はい。なんでお前これ1800って言ったの。ミスった。嘘の申告されたら俺もそのまま撃つよ、そりゃ。で、ザークを。ザークだレベル12になるように、儀式召喚。で、トリシューラとクラウスラソ。いやー、強い。強い、これは強い。クリスタルの上から被せるのが強い。クラウスラスが。
デコ伏せてたらいいな。トリシューラは特殊感すごいか。トリシューは、うん、成功時に。じゃあ、全員1や。普通のトリシューラと一緒だっけ。うん。強いぜ。大将を取らずに、手札、フィールド、墓地のカード1枚除外する。1枚ずつ。全員1。トリシューラのネクロス。それを無効にするしかないな。まあ、止めますよね。お、止めますよと。クラウソラスの効果で止める。しかも打点もゼロになっちゃうと。うん。しゃない。レベル5以上と戦闘するときにオネストするとかいう効果もちょっと肩なしになってしまいましたね。中央マンジュで突破できる。無効になって。三枚除外。強い。デッキ墓地フィールドだよね。そう。対象取らずに一枚ずつ除外する。バレルと、バレル、はい、と手札、手札は見せなきゃダメだ。オッケー、手札見せないから対象取れない。はい、ブルーアイズ、うおー、いた、トラゴンも除外除外す、くそいやいやいや、これはまずいんじゃないか。いやいやいや、はい。ちなみにシュリット君は寝ててもいいが、どうしよう。そうだ勢い良かった。攻撃力ゼロだから、ね、勢いよく飛び出した。1000だっけ。1200か。じゃあまあ立っててもいいのかな。まあクリスタルは殴れるけど、まあ、まんじゅでも殴れるじゃん。カットボール入って、 OK、 まんじゅでクリスタルウィンを。なんとレベル4なので攻撃力が上がらない。1400ダメージ。はい、されます。あ、じゃあそれ買わねえや。んじゃあそれにチェーンして、じゃあ、手札のブルーアイズをポイって。いいんじゃねえかよ。例えばここで実際渋谷のネクロスを忘れていた。そういえばそういった忘れてた。700ダメージ、どうぞ。5900、これで公開だけで死ぬことはなくなったな。うん、ただまあそうすると今度トリシュ殴られても全然終わる範囲っていうね。あ、でももしかしてさ、墓地にエンシェントいてさ、あ、ちょ、今手札のブルーアイズ捨てちゃったから、なんかオルタナ回収してもダメか。そうね、やっちまったな、お前。手札にブルーアイズ抱えとけば勝ちだったのによ。まあそういうとこだよな。で、ターンエンド。じゃあ俺のターンドローで、やっちまったな。守護竜の生物の守護竜発動。ただの成功。いや、このカード一旦に一度しか発動できない。だけね。蘇生使いたいっす。レベル4以下のドラゴン。大丈夫？大丈夫ですか？対象取ってくれ早く。対象は、まあ、白石しかいないか。いや、待てよ。ブルーアイズをとりあえず手札に加えとかないと。こっちだ。エンシェントは除外してブルーアイズを墓地から手札に加えるという効果があるんで、除外できない。墓地に加えたターンは発動できないので、墓地に置いとかないといけないというわけだが、除外手札で、スカルデッドの効果使いたい。手札からモンスター特殊か。4体相談してるんでね、使いますよということだが、さすがにもう止めざるを得ない、ね、ブルーアイズ出てくるもんな、はい、了解、まあ、これはしゃあない。まあ打点的にもまあそうだ、結局使わなきゃいけないし、うん、じゃあここは古き良きあれをアドバンス召喚、ね、そうか、この召喚券使ってねえのかということで、やれることはこれ以上ない。うわぁ、マジかよ、こんだけ頑張ってもダメなのかよ。バトル、まんじゅうに攻撃。まあ、やれるだけのことはやった。所定反撃用で手札儀式とかいう、まあそうやな、ここまで立ち直ったんだから、まあさすがにちょっと今日儀式デッキ全体的に成績辛すぎる。うん、なんかもう俺も今もなんかちょっと儀式デッキの成績が辛いぞ。おかしいな、強いはずなんだけどな。